えー、私はハムソーセージ企画で開発をさせていただいています。私の開発コンセプトは通常の家庭の食卓に上がる製品をよりよくアップデートすることがよいを持って開発しておりました。しかし今年から就任した上司から見たことのない木を木をてらったものを開発すると言われます。私的にはその製品は長続きせず1回2回買っていたけるだけで,で。<laughs> えとその製品は長続きせず1回2回買っていただけるだけで定着する可能性が低く開発費がもったいないと思うのです。さんはいかが思いますかえっとあの考え自体は僕も正しいと思いますけどただあの会社って上司だったり社長だったりの命令に従う場所なんですよね。 なので、その間違ったものだとしても、上司がこれやれって言われたら、あの、黙って従うっていうので、給料をもらうものなので、なので、その、間違ってると思いますよっていうのは、一応他の人にもわかるように伝えといて、で、言われたことやって、ほら、やっぱりダメだったよねっていうのが見えるようにしたことあます。要は、その、 あのほらダメだったよねが見えるようにしとかないとその上司の上司が見た時にあのこいつらみんな使えねえってなるかもしれないんですけどその今の上司が言った判断とは違う判断を出してたけど、まあ、上司に従いましたらと、まあ、この上司は使えないけどお前はま,まあちゃんと分かってたじゃんっていうふうに上の人は見てくれるかもしれないのでなのであのまあそうじゃないとは思うんですけどみたいなのがこの上の人が見えるような形で、まあ、メーリングリストとかスラックとかあるんだったらそこで書いておくみたいな感じで証拠を残しつつ 直属の上司に従えばいいんじゃないでしょうか。